シティビデオリポータークラブの各支部が共同で作る我が町見どころ再発見です。今日は静岡支部の撮影で癒しの音ハンマーダルシマーをご紹介します。起源は現在のイランと言われている楽器ハンマーダルシマーです。弦をバチで叩いて音を出す打弦楽器で、今その優しい音にファンが増えています。こちらは静岡市葵区にお住まいの新井豊さんです。全国的にも有名なハンマーダルシマー奏者です。この日は静岡市葵区のレストランでのコンサート、キーボード奏者の渡辺真由子さんとのコラボレーションです。ハンマーダルシマーとキーボードの優しい音が店内に響き渡りました。最近この新井さんが奏でる優しい音に魅せられ、自ら演奏してみたいと新井さんの教室に通う方も増えたそうです。ハンマーダルシマーを習って2年、望月純子さんです。ただ弾ければいいっていうのではなくて、ある程度こう高い理想を持ってやっていく方が上達していくんではないかなと思ってます。音がその残響音が伸びる音、それが特徴な楽器なので、曲調いろんな曲いろんなアレンジでそういう風にやれるようになったらいいなって思ってます。そんな新井さんと生徒さんの夢は、皆さんに聞いてもらえるように練習を重ね、楽しい演奏会を開くことだそうです。残響音が伸びるということで、はい、エコーがかかったような本当にこう優しい音色に聞こえますよね。そうですね。ハンマーダルシマーの教室が静岡市内にもあるんですね、うん。イランが起源ということで、ちょっとこう異国情緒を感じられるような音でもありますよね、はい、奏でてみたくなりました。